団子もお父さんです、今日はですね、7月何日だっけ？12日、クワガタ採集に行きました。クワガタとカブトムシ採集で、夜の公園に来たんですが、装備は長靴、長袖、長ズボン、それから軍手、懐中電灯、虫取り網、このくらいですかね。はい、すごく真っ暗なところに進んでいくんですけど、ちょっと気をつけて行ってみたいと思います。今日はダンゴムファミリー全員集合です。じゃあ行こう。はい、ここは毎年来る場所で、大抵カブトムシが いた。早速いましたね。わ、大きい。オスやん。はい、オスのカブトムシ見つけました。わあ、樹液舐めてますね。どのくらいの大きさか、ちょっと手当ててみますんで。はい、これが団子娘の手、このくらいの大きさです。すごい。よっしゃ。じゃあ一匹目ゲットだぜ。じゃあこの木は蹴り飛ばしてみます。ほら。お、お、落ちてきた。やった。おっとおっと、またオスです。はい。あっという間に、カブトムシのオス、3匹ですね。3匹？わぁ。こいつだけ赤い。こいつは真っ赤。こいつはワインレッド。こいつもどっちかというとワインレッド。やりました。メスも発見しました。よいしょ。よいしょ。じゃあ虫網で。あれ。よいしょ。よいしょ。ちょっと硬い。あれ。頑張れ。あ。あ。ついたついた。どこ？ああ。いた。やりました。メスのカブトムシ捕まえました。あ、めっちゃ強い力が。団子もお母さんが。オスのカブトムシ下下もっと下下で3匹おるけど、ほんでやん。いいじゃん。ここ餌ないのに。おるやん。あら、そこあるやん。あ、そうなん。何でやん。すごいね。バトルが始まってます。すごい。もう上の方が全然大きい。あ、あんまりライト当てると止まるか。お、やってるやってる。わ、音がすごい。バチバチって。ああ、ああ、勝利。すごい強いぞ君。負けた方はこちら。ああ、悲しそうな表情をしてますね。一般的にはですね、クヌギの木にカブトムシやクワガタが集まるって言われてるんですけど、まあもちろん他の木にも集まると思うんですが、この木はトネリコっぽい感じしますね。幹が細いんで蹴るとボトボト落ちてきます。ああ、トネリコか。トネリコじゃなかったらすみません。同じような場所にムカデもいました。採集の際は気をつけましょう。中に入ってきましたね。ちょっと、うわぁ、出てきた出てきた。おー、早い早い。大きなダンゴムシもいました。大きいね。うん、太い。はい、またゴミムシがいましたね。
そしてこっち行ったらちっちゃいのが3匹もいます。すごい、コガネムシとカブトムシいっぱいです。うーわ、すごい。すごっ、はい、この中にはこれ多分ですけど四つ星景色水とかなんとかそういう名前の昆虫がいます。はい、溝の中に七不思議の仲間とアリがいっぱいいました。アシダカグモの仲間みたいなのがいました。で、単純に子供で小さいだけなのか分かりませんけど、ちょっと見た目が違います。ヒルがいました。多分郊外ビルだと思うんですけど、でかいですね。僕の手です。うわー、すごい。ひえー、何センチぐらい？20センチ近い。はい、またカミキリムシが2匹いました。あ、もしかしたらオスとメスだったかもしれない。邪魔してごめんよ。いました、クワガタです。ちょっと遠くて何の種類か分かりませんが、多分コクワガタと思いますけど、登って撮ってみます。捕まえました。いや、さっきですね、遠くて何クワガタか分からないって言ったんですけど、まあ、僕撮っても何クワガタか分からないですね。うん、多分コクワガタじゃないかなと思います。サイズ的には3センチってところですかね。え、3センチ？もうちょっとありそうだ。もうちょっとありそう？5センチ？じゃあ4センチ。またいましたね。トビズムカデです。まあまあ大きいですね。はい、ただいま帰ってきました。それではですね、早速今日採取した生き物たちを紹介しようと思います。はい、まずはみんな大好きカブトムシのオスメスペアです。かっこいいですね。やっぱオスは角が立派で、サイズはそんなにだと思うんですけど、とっても綺麗です。メスもちっちゃくて可愛いです。痛い痛い痛い。はい、次はですね、若干グロなんで、もう見たくない人は見ない方がいいかもしれませんね。こちらです。こちら若干じゃないかもしれんよ。大丈夫？はい、郊外ビルですね。まあ、ヒルって名前がつくんですけど、ヒルの仲間ではないようで、まあ、水槽をやってる人だったら分かると思うんですけど、プラナリアと同じですね。とても興味深い生物なんで、後で飼育環境を作って飼育してみたいと思います。そして最後に紹介するのが今日のお目当てだったクワガタさんです。取るとき5センチとか4センチとか言ってましたけど、お尻から頭までが 3.5 センチですね。まあ、大体4センチ。はい。で、まあ、ちょっと種類がですね、ちっちゃくて童貞が難しいです。ちょっと何のクワガタなのか分かりません。ク
分かる人いたら教えてください。お願いします。では、ご視聴ありがとうございました。